森川愛と鈴木健太郎です。その T シャツなんですか、健太郎さん。受けるハイボールってなってます。これ見えるのかな。いや、見えてますよ、ちゃんと。はい。なんか、なんかあるんですか。うん、ただのハイボールおじさんです。あー、ゆる T です。ゆる T ですね。あー、いや、そのタンブラーは一体こちら、したいけどできないマグでございます。横に入ってるけど。したいけどできないマグで、はい、ハイボールを飲む、はい、ハイボールおじさんです。ハイボールですね。このもの作ってみたりしました。はい。そんなわけでですね、皆様お待たせいたしました。はい。8月18日に、うん、森川愛と鈴木源太郎のサードシングル、はい、いいじゃないか。リリースいたしました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、このノリが90年代っぽいね。確かに。そう、うん、このですね、こうより90年代っぽいサウンドっていうのにこだわった、はい、今回トレンディードラマ風サウンド、はい、改めてそのように銘打っております。はい、森川愛と鈴木健太郎の、はい、いいじゃないか、うん、制作秘話ですね。語らせていただきたいと思います。はい。制作秘話って言っても、はい、そもそもじゃあ一番最初どこから決まったんですか。はい、これね、次のシングルの曲ってこうなんかいろいろ候補があるんですけど、はい、その中 で歌詞作ろうよってなって、うん、まあ、2人でまあブレストみたいなことするんですよね。こうでもないあでもないみたいなのを。でその時に出てきたフレーズで、よく世の中でいろいろこうなんか悩みみたいなことをこうさ相談するような感じで、うん、あ、そうなんだって、それはねこうしたらいいんじゃないかな、ああしたらいいんじゃないかみたいな、うん、で解決策をこうね出しちゃうんだよね、うん、で言った挙句の最終的に、まあ結局いいんだよねとか言って幸せなんだよねみたいなところを、うん、なんか相手が言うみたいな、あるある、そうね、ある。そう、結局悩みを突き詰めて突き詰めていくと、まあ幸せだからいっかっていうね、いる、この相談してた時間何だったのみたいな。最終的に結局幸せなんだったらいいじゃないかってなっちゃったっていうところの話がありまして、のいいじゃないか、そう、結局みんな幸せなんじゃんって、そういう意味で、うん、なんか全部いいじゃないか、うん、で言える瞬間、うん、それをこうちょっとね、なんか、はいはいはい、あのみんなで考えたいなっていう思いで書いた歌詞でもあります、うん、だからね、あの曲で、あのいいじゃないかっていうのの歌詞は一番最後出てきますけど、幸せじゃないかっていうフレーズがあるんですね、うんうん、で幸せじゃないかっていうのは最初こう、うん、幸せじゃないかってこう幸せじゃないかみたいな感じなんだけど、うん、2つ目のフレーズで幸せじゃないかってこう諦める感じのこう幸せじゃないかで、幸せじゃないかって疑問に思うこともあれば、幸せなんじゃないかっていう時もあって、っていういろんなパターンのみんなの幸せじゃないかとか、でも夢なんじゃないかみたいな、これ夢なんじゃないかって思うこともあれば、夢だっていいじゃないかって思うこともあるみたいな、その感じ。そこを表現してるのがサビの部分のリフレインなんですね。そうです、そうです。なるほど。じゃあその先ほどから左側に見えてるポスターについてもちょっとお話聞きたいですね。あ、はい、こちらですね、スタジオでメイクさんとあのカメラマンさんが撮影中に声をかけてくださりながらですね、いい写真撮れたみたいな、うん、違うんですよ、ジャケットは顔出てないんですよ、実は。そうですよね、ちょうどね、こうね、カットしてるんですよ、うん、で、それはあのデザイナーさんがインパクトみたいなのを意識してくださって、あの顔をこうあえて出さない戦略みたいな、あえて出さない感じのジャケット写真っていうことで、こうジャケット画像は顔だ出てないんですけど、このね、ジャケットのデザインに対して実はこのポスターですね、あの非常に数量を限定して今回制作させていただいておりまして、あのこの全体図が実はこうなってるっていうのは、はい、このポスターでしか今のところ確認できないようになってるんですよ。もうウェブ上じゃいくら探してもないってことですよね、この動画以外は、うん、そう、あとは中野坂上郵便局と、はい、中野本町3郵便局の、はい、皆様とそこを訪れた皆様にしか確認できない。
郵便局さんにポスターが貼られておりますので源太郎さんのこの胸ぐらを掴んでるにはどういう意図があるんですか？いや、なんかそれこそいいじゃないかですよね。なんかこう夫婦の関係が、あるいは女性男性の恋愛の関係でもそうですけど、うんうん、よく尻に敷かれるっていうね、うん、言葉があるように、こういう仲が悪いようで実はあこれでいいんじゃないかっていう、それをもうそのものを表してる感じなんですけど、でも、ま、そうこれ全体像で見たのと、あの切り取られたデザインとまたちょっとイメージが違うかもしれないですね。全然違いますね。実はこんな顔してるんですっていうのがまたポスターを見るとね、うん、なんとなく感じるところもあるかもしれない。そうですね、顔が映ってないところだけだと尻に敷かれてる男みたいな感じが出てるし、ひたすら女の人が怒ってるだけみたいなのを僕受け取ったんですけど、あ、そうなのね。でもこの写真が出てきたからは、まあ、女性の方も、まあ、なんだかんだこの人といて幸せだけど、まあ一応切れるかみたいなのが伝わってくるんですね、写真の方から。そうその感じとかね。から確かに曲の方向性としてはめちゃめちゃマッチしてるジャケットですね。昔ね、私あの五代悟の浅野さんって、うん、ギタリストの浅野さんっていらっしゃるんですけど、はい、五代悟っていうもう伝説的なね、うん、あの日本を代表する国民的バンドがございますけど、うん、浅野さんとねイベントを一緒にやらせていただいたことがあって、その時に浅野さんがねおっしゃってたことをね私ずっとね覚えてるんですけど、はい、男っていうのはねって奥さんの尻に敷かれているっていうのが分かってるぐらいでちょうどいいんだっておっしゃってた。踊らされてんだけど、うん、その上で踊れる男性っていう言い方。ああそう、うん、ああ確かにそれかっこいいっすわ、うん、そのなんかちゃんとなんかバカになれるみたいな感じですよね。そうですね、うん、でバカなふりができる人が一番賢いわけじゃないですか。あ賢いっすねそういう意味でね、すごい一番いい男です。それそうだからそういうねいい男ってそういうもんなんだろうなとも思うし、なんかちっともできないちっともできない、そんな言いながらハイボール飲んで真面目だから真面目だからあんまバカになれないんですよちゃんと怒っちゃう怒るそうね、たまにね大丈夫ですよまあでもそんな感じのニュアンスはこの写真からすごいできたかなっていうのはすごい思ってまして、今回編曲家さんとかはどなたなんですか？はい、今回もですね、ファーストシングルしたいけどできない童謡、うん、明石正夫さんでございます。ドドンビーズザードなど数々のヒット曲を生み出した明石正夫編曲、はい、素晴らしかったですね。いける伝説ですね。分かる人は分かるのかも分からないですけど、ビーズさんの In the Life っていうドカーンって売れたアルバムの中の Tonight っていう曲があるんですけど、そこの、まあ、その曲のアレンジもあの参考にしたって明石さんご自身がおっしゃっていて、ビーズエアと Tonight を混ぜた感じです。なるほどって、分かる人は分かる。分かるよ、ビーズのファンの人が見てたら絶対わかるよね。え、なんか聞き比べていただけたら嬉しいですね。ああ、うん、確かに聞き比べるって楽しさもあるんですね。そう確かにベースの音とかね、ドラムのサウンドのね、うん、感じとかね、いかにもっていうところはありますんで。そうだから本当ビーズって言えばもちろん松本さんのギターと稲葉さんの声で成り立ってるんですけど、実はそれを初期の頃から中期まで支えているあのサウンドっていうものをこうなんとなく記憶にある人はこう、あ、それだってこれだって感じでね、聞いていただけるはずだと思います。じゃあ今回もあのスタジオで収録されたと思うんですけど、はい、またやっぱり緊張されました？前回と同じ感じ。そうですね、緊張したのもそうだし、ゲンちゃんとか結構緊張のまんまなんかちょっと声震えてそれを OK テイクに出てるところあるよねそれもちゃんと聞いていただけたら本当そんな感じ、うん、ちょっとあれここすげえビブラート余計にかかってねみたいなところこれ緊張じゃないみたいなすごい緊張によるビブラートの強調強いな。そんなことはないよ。あ、どう？そんなことなかった。ただあれですね、今ってすごく若い人も含めて宅録が増えてるじゃないですか、うん、で、うん、自分でコンパクトな音楽作るっていう環境界も普及していて、歌取りも座ってる人って増えてるんだ、うん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 、そうで、それを若林さんも早速それいいじゃんみたいにこう取り入れながら、今回立ちじゃなくて座ってレコーディングっていう、うん、
力が抜けるから。そう、力が抜けるで、確かにね、あの余計な力が入らなかった。座って目の前にマイクがあって、うん、力まないんですか、体とか。まあ、うん、ちょっとリラックスしてるといえばリラックスして、あのほら郷ひろみさんのファッテープで、はいはい、座ってキツネビ歌ってらっしゃったじゃないですか。はいはいはい、はい、ああいう感じですよ。へえ、うん、あれはだからバラードで、特にそのなんかこう、うん、激しくリズム取らなくてもいい曲だから、余計に多分あの座ってらっしゃる感じがちょうどいい曲なんですよね。だ今回はそのバラードではないものの、うん、あの座ってレコーディングすることでちょっとこう肩の力を抜きつつ、うん、あんまり感情だけわーっていうのを一旦こうちょっとリセットして、うん、もうちょっとこうきちんとフラットに歌ってるっていうのはありますよね。確かにね、まあ、相談に乗っていた上での回答みたいな、なんかちょっと冷静になって考えてみたら、うん、いやそれ幸せなんじゃないかみたいなのを伝えるために肩の力を抜いて座って、うん、あ、そう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 です。まさにそうで、うん、あの自分たちで初め、まあ、仮歌を取って、うん、中井さんに投げさせていただいたんですけど、そのままレコーディング現場で歌おうとしたらば、それはちょっとこう言っちゃうのもなんか恥ずかしいですけど押し付けがましくなっちゃうから、そうそうそう、もっと一回リセットして、はい、軽く歌ってって言われて、うん、いやこんな軽く歌っちゃったらなんか思ってたのと違うんですけどって初め思ったんですけど、それが名ディレクションであって、確かにやってみたらばすごくすんなり聴けるっていう、そう印象が大きい。そうだから一回聴いてもう一回聴いても飽きないような構成になるんだ、こういう歌い方の方がっていう気はした。本当にでも丸々歌い直しました。一生懸命結構練習していったんですけど、なんかね、その強く言うと人ってこうなんかあのうるさいなって感じたり、あのちょっとあの痛いとこ疲れてるとか、なんか積極臭く感じちゃってちょっと嫌だって思うことがあると思うんですけど、そういう気持ちにならないようにちゃんとレコーディングをうまく促していただいたっていう、うん、だからあと日本語の発音も自然にって言われてあの画面越しに咲いて花にみたいなこうラップっぽくなっちゃって、はい、歌いすぎみたいな歌いすぎ歌として歌いすぎってなって、普通そんな風に言わないでしょ日本語でっていう、もうそこも本当力抜くって話に戻りますけど、うん、普通に言ったってみたいな語りかけるみたいな感じですかね。どっちも。そうで本当にそれを伝えるつもりでやってって、なんか伝えるではなく歌ってしまうっていうことを置いておいてみたいな、うん、はい、あそっかってなりましたみえちゃんなんか結構ほらこだわりが強い子だから、なんかこう自分でこの方がいいんじゃないかってこう深掘りして突き進んでいくんですよね、うん、でそれがだからものすごい鈴木源太郎の個性みたいなやつがわってなってくるんだけど、それをこう掘り下げた挙句のこっち側から明石さんが掘ってくれて、うん、でこっち側にも多分戻ってきたらいいと思うよみたいな、心のこう日の目がちょうどパッてこう開いたところにいい声でレコーディングができた感じで、でまたこう、まあ、明石さんの作った桶があるわけなんですけど、それの、まあ、B メロで、うん、あのギターのかっこいいアルペジオラララってこうあるんですけど、それの音がなんかこうどうやって作ってるんだろう、こんないい音っていうのをどうやったら明石サウンドになるかっていうのを、うん、あ目の前で見れたねやっぱりものすごい貴重な、ものすごい価値いやこれは本当、いやもう皆さんやってることです、プロの方は分かってる話なんですけど、本当にイコライジング、音のね低音から高音までを変えるだけでこんなにいい音変わるんだっていうのを、ちょっと今ねあの鈴木源太郎の音楽オタク講座になってるんですね、うん、分かんない人全然分かんないじゃんまああのねいわゆる秘伝のタレを目の前で調合してるとこを見られたみたいな、ね、あそうそうそういう感じです、そういう感じです、それは感動しますね、うん、でももうちょっと何入れてるのかちょっとよく分からないみたいな感じ、ね、うん、でも一般的にはそういう感じ、超勉強なのね、まあそうですね、はい、うん、
今回からですね、はい、いろんな、まあ、あのご協力いただいている方々、もちろんもう聞いてくださる皆さんがもうまず第一にあの応援してくださってね、聞いてくださっている皆さんがもう本当にあの一番協力していただいている本当にリスナーの皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。あとそういうこう聞いてくださる方をまたどんどん増やすため の, あの協力してくださる方っていうのがこう前作よりもですね少しずつこう増えて来ている状態でございます、うん、それはもう非常にね私たちとしてもありがたいですし、いろんな人のパワーってねすごいんですよね。あの人ってさ、あのすごいちょっとおかしなこと言って思うけど聞いてねあの人の体ってあの3つのものでできてるんですって。1つ目は脳と脳幹で、2つ目は体ってこの肉体と、3つ目はこの肉体が放つねエネルギーっていうのがあるんですよ。エネルギーっていうのもね、こう人を作っているんですよね。だからあの森川愛と鈴木源太郎っていうこのエネルギーはこの辺にこう見えてないけどふよふよしてるわけですよ、うん、これがですよ、あの撮影してくださってる城田さんからもこうエネルギーが出ていて、うん、で聞いてくださってる皆さんからもエネルギーが出ていて、うん、でさらにこうあのどんどん関わってくださるスタッフの方が増えることでまたこのエネルギーがこう増えるわけですよ、うん、でこの大きなエネルギーがこう大きな波になって世の中の流れをね変えていくっていうことができちゃうんですね。なのであの少しずつ我々ですね、うん、あの世の中にこう、はい、曲が浸透していく感じとかあのご協力いただいてくださってる皆さんが、うん、こうその流れをね作ってくださってるっていうのねものすごくねまざまざと感じるの、はい、本当に再生回数も含めて。なので本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、いいじゃないか、こういい反応も、うん、最近いただいてましてね、うん、まずねジャケットも曲もあのポスターもですよ、まあ、一通りこうへーってなった後に全員同じこと言うんですよ、うん、いいじゃないかもうそれしか言えないいいじゃないか必ず言うね、うん、皆さん絶対にそう言ってくださるそれは大事なことだと思いますね言わせてるやつですまあいいじゃないか、ぜひですね皆さんに改めて、聞いていただければと思います。9月中に、うん、あのミュージックビデオもですね、はい、リリースする予定ですので、そしたら、はい、あの YouTube の方でまたご覧いただければと思いますので、まずは楽曲の方はですね、はい、概要欄の方からぜひ聴いてみてください。それでは、はい、森川愛と鈴木源太郎でした。どうもまた次回よろしく。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。